おはようございます。おはようございます。昨日はですね、天気が良くていいなと思ったんですけど、ね、まあ今日は雨が降らないと思うんですけどね、まあ予報では雨かなって感じだったんですけど、という場合に最近のですね、天気はもう予測できないという状況になっておりますので、十分体調管理をですね、してもらったらいいかなと思っています。KTN の杯ということで、今年度の最初の行事です。ということで1年間ですね、12ヶ月間ありますけれども、その中で平日ですね、楽しみです。今日はどのぐらいされていらっしゃるんですか？丸3年になります。始められた期間、何年か忘れちゃった、あの弓道なんか楽しそうだなと思って、はい、今3段なので、今年できれば4段に、はい、上がりたい。初めて3年ぐらいでしょ？はい、はい、それで3段なんですか？はい、すごい。でもなかなか最近当たらないので苦労してます。はい、はい、練習はもう真面目に毎日毎日頑張ってるんですよね。しかし簡単にできそうで簡単でない、同じようで同じじゃない、できそうでできない。弓道っていうのは日本の伝統じゃないですか。でこんな弓道着を着て、もう射場に入ったらシャキッとして姿勢を正して、で射が始まって射が終わるまで、もう射場を出るまで、その中空気っていうのが日常世界で味わえないところっていうのがなんか魅力ですね。ハマりましたか？ハマりました。もうもう20年近く生きてます。弓道でどんなところが楽しいですか？そうですね、年をとっても弾けるところかなと思います。高齢になって始められる方もいらっしゃいますので、ぜひ皆さん弾かれてみてはいかがでしょうか。
何歳までやりますか？足腰が丈夫なうちは続けたいと思います。はい、みんなとこう一緒にやるところが知らない人とかですね、年齢とか性別関係なしに同じ条件でやってるんでですね、まあ、そういうのがこう楽しいですね。日常生活の中で、まあ、活かせる部分も多々あるので、そういったのは勉強になってます。相手に対する心遣いとか、あとは、まあ、自分の振る舞いとか、まあ、常にこう威張らずと言いますか、謙虚にと言いますか、そういった心がけの勉強になっています。